この春、県内の大学を卒業した学生の就職内定率は2年ぶりに前の年を上回りました。広島労働局によると、今年3月に卒業した大学生の就職内定率は95.4%で、去年の同じ時期を0.1ポイント上回りました。内定率が前の年を上回るのは2年ぶりです。労働局は、 コロナ禍で対面での就職活動が制限される一方、オンライン面接を実施する企業が増えていることが要因と見ています。この春卒業した高校生の就職内定率は98.7%と、去年の同時期と同じ水準でした。